こんにちは。FF14 完全ソロプレイ中のミンです。今日はイノセンス討滅戦に行きます。ここをソロで行きたいので、暗黒騎士レベル90、アイテムレベル580で行ってみたいと思います。装備はこんな感じです。はい。そして、制限解除はしてる状態ですので、この状態でイノセンス討滅戦。はい、ここに行きます。何回か練習したんですけど、暗黒で無理かなと思ったんですけど、第二形態の惜しいところまで行ったんですよね。ひざまずき神戸を垂れよ。でも時間切れになっちゃって、頑張ればいけるんじゃないかなと思ってきたので、改めて挑戦してみます。ちょっと、何回か、負けて超える力つけなきゃいけないかもしれないんですが。はい、超える力。20% つきました。しまった。診断を受けてしまった。
携帯まで来ました。こっからできるかな。そうか、そう、これは神として最短する最良となってきた。ならば天のおしゃいの聖図のおしゃいのこの戦いを受け入れよう。頑張ります。なんとか倒した。なんとか耐えました。ここからわーすぎ、ここからはなんか死なないこと重視。マジか。怖すぎる。あ、無理無理、怖すぎ。え、どうすればいいのこれ。無理じゃない。いやー、今のどうすればいいの。やばくない。でも
できるんで。はあ、難しい。でも金に超える力 50% ですね。
すごい。また奇跡。すごい。できた。いやー、奇跡奇跡奇跡が起きました。韓国レベル90ソロで。イノセンスクリアしましたー。やったー。あー大変だったー。はーい、脱出しまーす。